宇宙を駆けるで。レッツアリア。Welcome to the family zone. Get ready.
ready. ちょっとお前、いらっしゃいませ。ありがとうございます。おう、買うてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。でも、お腹空いた。それでええんや。人間、腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなんか。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとるんは、せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。残念。少しは笑えるようになったか。何やお前、時計しとるんか。見えへんのに、けったいなやっちゃ。まあね。でも、かわいいでしょ。せやから、見えへんのやろうちゅうとるやろが、まったく。わかってるよ。でもね、これ、オルゴールの曲が鳴るの。それがまたかわいくって、癒されるんだ。どないなことや。今はならない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？
他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか、目が見えなくなって時間もわからなくなって時計も壊れて音も出なくなって、だから分かってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら私は本当に。お前でもまたあのオルゴールの音を聞いてみたい。わかるで。え、捨てられんかったら持っとりゃええ。持っとりゃきっといつかええことある。いつかいいことか。うん、どないした。やっぱり違うよね、そんなものにこだわってるから。いつまでたっても私には現実が見えてないんだ。おい、いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ、感謝してる。そうやない、お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫、私強くなる。強くならなきゃ。まだ言うとらんかったけどな、リーノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。うん、どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らない。そうか、佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや。あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、いや、お前は知らんでいいことで。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれよ。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。いかがですか、お客さん。お？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです？
この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんねん。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。お客様、お待たせしました。当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。よろしくな。それでは乾杯しましょうか。乾杯。すみません、私こんなんで。いや別にいいけど。でもほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど。ファイブスター？何やそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただそれだけじゃない。なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。
こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああそうだ、そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。いやーそれにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前娘に何かする気か。さあ私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長、どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません。お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんや、あいつ。蒼天堀ファイブスターだったか？なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターは、お互い手を組んで、蒼天堀のキャバクラをすべて、自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず金を使った引き抜きや嫌がらせ暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することでそこに渦巻く金や利権人だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通り。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続で
お客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちに、うち、もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのは。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って、確か敏腕と噂のあなただったんですか。まあな、俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何、俺と一緒にこの店を立て直して。いいんですか？グランドの支配人さんがこんなさびれた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラ中業務形態に興味もあるからね。 ありがとうございますお客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。真島や、一丁頑張ろうぜ。真島さんですね。何卒よろしくお願いします。ああ、ええ。何やて？ええ。それじゃあ、はい。はい。それじゃあ、趣味の話ですか？
私の趣味の話をすればいいですよね。ああ、趣味ですよね。ん？はい、私無趣味でした。おいおい、だって私本当に無趣味で、あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、ほう、今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。ちょい待てよ。え？そうですね。私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまだまだひよこ。うん、そうなんですよね。いや、私、お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうせ…それじゃあ…褒める?ああ、うわぁ、今、私、真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。ちょい待てよ。あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、うん、うん、何言ってるんですか。ん？ですね、よくお年寄りに好かれたりしますよ。ほう、あ、確かに私はおじいちゃん子なので、お年寄りのお客さんと話してる方が自然。おいおい、真島さん、それじゃあ、若いお客さんも多少は回してほしい。苦手なことたくさんありますけど、もう失礼ですね。そうですね。え？あ、それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まる。確かにそうですね。真島さんとは私普通それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。何やと？すいません。疲れ。
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。延長はいかがでしょうか。ありがとうございます。お引き取りください。やめてください。めっちゃ嬉しい。ようこそサンシャインへ。かわいいね。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ビバスミで最高だよ。嬉しいです。ようこそ、ご一緒に。ありがとうございます。嬉しいです。お待たせ。いいね、いいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございました。危ない。